スパラジェ不要論。一つ最大5万円とかなりいい値段のスパラジェですが、正直スパラジェなんていらなくないですか？今回はそういうスパラジェをアンチ的目線で語り尽くす動画です。ということで今ここにスパラジェ不要論を唱えようと思います。第8位、そもそも邪魔。スパラジェの問題点といえば、これはもう切っても切り離せない、カマキリと針金虫的存在。おい、カマキリのケツから細長い針金虫が生まれるゲー！小学校3年生の時のトラウマが生まれ変わった。スパラジェというのは、このように画面の右下から右上までを侵食するという特徴があるんですよ。ものによっては手前だけで済んでる場合もありますが、ひどい場合だと画面の3分の1ほどを占めるほど、視界の邪魔になるものもあるのよ。何かとは言いませんけどね。そういうね、直接プレイに支障をきたすことが、スパラジェにはあり得るので、スパラジェを買う際はこちらのことも考えて買うようにしないといけない。とはいえ全部が全部視界の邪魔になるかというと実はそうではない。代表的なもので言うとパスパのグローブ、デブの大釜とか、視界の邪魔になるのは絶対的に知っておくべき。ただね、ここでもう一つだけ注意点。視界の邪魔になるだけならまだ許せる。まあ許さないんですけど、それだけには飽き足らず、なんとね、敵に視認されやすいというね特徴を持ったスパラジェもこの世には存在するんですよ。その代表例として最も最前列に君臨するのが、誰がどう言おうとジブラルタルのスパラジェ。こいつはね、別に視界の邪魔にはならないんですが、あまりにもね、ピカピカすぎてね、敵に見つかりやすい。ピカチュウも恐れをおののくほどよ。敵に見つかりやすいため、ハイドはもう絶対的に無理。こういうこともね、あり得るので、皆さんご注意プリズ。第7位、ダサい。さあ、これもこれとって大問題。大問題競争曲第5番。スパイク解除の時にアスタラの吸い込み2個と、キルジョイのナノスワーム2個はもうほぼ無理ぞ。ここで注意点。一律してダサいというわけではない。先ほどの視界不良問題同様、すべてがすべてダサいと言うているわけではございません。ものによってダサいものがあるよと、ここではしっかりご理解ご了承ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いします。さてその肝心のダサいスパルジェとは何のことを言うとるのか。それに関してはね、ちょっとここで必殺技使っていいですか？黙秘権。申し訳ない、あまりにも直接的なことを言うと当面から反感やクレームを食らいかねないので、もうここで一旦控えます。その代わり俺的に何がダサいと思うのか暗に画像で伝えますね。くしくもこれ、今回大活躍。ただね、いくらダサいスパルジェとはいえね、実はね、輝く方法っていうのがあるんですよ。それがスキンによって映える場合がある。ああ、待て待て、おいバツネジ、それはお前映えるじゃなくて正しくは映えるだろうが。いや甘いね、それ言う人絶対お前関係4級レベル。こちら正しくは映えるではなく映えるなので、皆さんお間違いなく多分どっちでもいけます。逆を言えば、元がかっこいいスパルジェなら、さらにかっこよく映え映えに進化させれるよというわけ。そんな無限に可能性を秘めたスパルジェを持っている方はぜひとも輝かせてあげてほしい。第6位、別に強くならない。スパルジェの本質をついちゃえば結局これに帰結するよね。じゃあまずようやっとスパラジェをゲットした時のことを考えてみましょう。なかなかゲットできなかったスパラジェをやっとの思いで当てて、ずーっと欲しかったクナイをゲットしたとしましょう。言っても僕今欲しいスパラジェはブルハノールなんだけど、はい、うるさい黙れー。で意気揚々と戦場の大地にそのクナイと共に足を踏み入れたわけですよ。でもその試合でダブファンは一発で取れるはずもなく、ましてや爪痕も取ることができず、逆に心に傷跡を抱えることになると、そこで気づくわけですよ。そうか、スパラジェをゲットしても別に強くはならんのやね。ああ忘れてた、確かにね、クナイ一つで自分自身が超絶強化なんてとてつもなく OP ですよ。どうも失礼こきやした、こういうことですよ。なのでここで皆様に改めて知っていただきたい、スパラジェを手にしても別に強くなることはない。じゃあ別に買わなくてもいいや、そういうことをここでは言いたいんですよ。ご理解いただきましたでしょうか？ご理解いただけへんかったよという方はもう一度ね、義務教育の方リプレイお願いします。第5位、バロでー。さあこれどういうことでしょうね。誰ですか、 APEX に飽きたとか言ってバロとかいう無料ゲーに言い訳した不届き者は。あなたね、 APEX に飽きたなんて言い訳しなさんなよ。それは著しくあなたの成長が止まったからだけだから、変に飽きたとかゲームのせいにしてバロに浮気すんだよ俺。バロラントというゲームの特徴としてナイフ的なものがね、初めから標準搭載されてるんですよね。これ FPS 革命よね。でも APEX はどうですか、スパラジェをゲットしないからにはそういう FPS 唯一の遊び要素を楽しめない FPS ゲームなのにもかかわらずよ。しかもここだけじゃないよ、 APEX のスパラジェは最大5万とバカみてえに高えんですが、バロはバロでね、なんとたったの最大でも4000円程度。これも高いけどね。でも5万と比べたらへでもないわけよ。へではあるけどね。こういう点においてはエイペックスはバロラントに劣っているのかもしれない。別にエイペックス飽きてないですけどね。やったらやったらクソ面白いもんな、あのゲーム。エイペックスは神ゲー。結局はこれで帰結しちゃうよね。第4位、そのレジェンドに飽きた時の絶望感。これまたもう大問題ですわ。もうこれ来年の G7 サミットの議題として提出すべき問題よ。スパラジェの難点として欠かせないのが、そのスパラジェはそのレジェンドでしか使えないということ。レイスならクナイ、ランパートならペンチ、オーメンならリーバーとかいう感じでキャラに限定されてるので別キャラを使
うようになったらそれはそれでリスタートなのよ。もっと言えば自分が使いたいレジェンドにスパルジがなかったら格闘武器は当分お預けってわけ。今で言うとホライゾンとかね、人気なのにスパルジが出てない、こういうことですよ。で出たとしてもそれはホライゾンでしか使えない、悔しいねって話。これね難しい上に無理難題なので改善されることはゲームのシステム上ないとは思いますが、せめてワンレジェンドワンスパルジの概念を早打ちからもうつくつ返してほしい。第3位、エーペックスに依存する。正直これに限ります。エーペックスがある程度面白くなってきて上達し始めて初めにぶち当たる問題、それがスパルジ欲しくなる問題。なんとなくね自分が使えるレジェンドが確定してきて、なんなら別のキャラまで使えるようになってゲーム自体になり始めてきた頃になりがちなやつ。それで見事スパルジを手にして起こる問題がこれなのよ。スパルジをゲットしたがゆえの依存。俺的な感覚ですけど、スパルジを課金して当てた人にすぐ辞める人はね、未だかつて一人たりとも見た覚えがない。無料で当てて何もわからないうちにいつの間にか辞めてるならわかる。逆にそれ以外はわからん。スパルジを向けに扱う人には天罰が下りますから。例えばですか。例えばで言うと、朝ごはん全部なんかトマトに塩かけたやつ縛りとか、あともう一つ夜中にそこはかとなく暇な時に無償に走りたくなって外走りに行ったら3回くらい直接受けるやつとか、このような刑罰に悩まされたくない方はちゃんとスパルジを愛してあげましょう。がしかし今回の動画は腐ってもスパルジ批判動画なので、ただ一意見としてお受け止めください。この動画はフィクションです。実際の交通機関に従って走行してください。第2位、一つゲットしたらそのまた次が欲しくなる。あーこれまたあるあるやわ。先ほども言った通りスパルジはそのレジェンドでしか使えないので、別のキャラのものが欲しくなったらまた買い直しですよ。まさにこれのことを言ってるわけ。スパルジを持つとこういうジレンマに巻き込まれますので、スパルジは本当に危険物質。もちろんね悪いことが多い分その分いいこともはるかに多いのですが、ちゃんと悪い部分も知っておかないとめちゃくちゃお金かかっちゃうよって話。まさに自分がそうでしたよ。初めはスパルジなんて一つ持っておけばもう自分満足と思ってました。でいざスパルジを手にしてある程度満足したら次のスパルジが欲しくなるので、怖いのがこっから。スパルジに課金するハードルが半分くらいに下がってんのよ。そのおかげあって次のスパルジは迷わず購入すると。で2個目からが地獄。なんとね2個目から3個目のハードルないです。そう、1個目から2個目までのハードルは初めの半分くらいはあったけど、2から3のハードルなんてあってないようなもの。ほぼ同時買いぐらいのスピードだった。こここそが本当の真の問題点。スパルジをゲットすればゲットするほど次が欲しくなる。その下がりに下がったハードルのせいでまたスパルジが欲しくなる。ここまで来たら EA の ATM ですよ。今日ちょっとローマ字多めでいきます。第1位、いやできるだけこれは入れないように心がけたつもりではある。でもねこれを入れないのはね多分ね嘘をつくと同義なのよ。スパラジェは高い、それはもう周知の事実。最大5万円はやはり高すぎる。という方におすすめなのがコレクションイベント。この期間中ならなんと最大でもたったの2万円最安だと無料、ほぼ無理やけどね。初めてスパラジェを買いたい方は絶対これの方がいい。でも過去のスパラジェはそのままなんじゃない。その通り、諦めるしかありません。ちゃんとね必要なことは用意されてる。あるものを最大限活用してお得に生きていきましょう。以上、頑張ってスパラジを批判してみたけどボロ出まくりのエーペックスオタクでした。